はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、リフォーマーテレフォンのね、制圧デッキこの間ご紹介させていただいたんですけども、このモンスター、まあ、もちろん先行ワンキルもできるということで、今回は、相手のライフを先行で8000削り取る最強の無限ループデッキ作ってきました。ディフォーマーテレフォン君、一応もう一回おさらいしておくと、簡単に言うと、効果ね、効果ぶっ壊れって書いてます。効果、このカードは表示形式によって以下の効果がいる、まあ、1しか攻撃表示しかつかないから攻撃表示の方を覚えたらいいんだけど、一旦一度自分のメインフェーズにサイコロを1回振って自分の出た目の数かける100ライフ回復して、その後出た目の数以下のレベルを持つディフォーマーを、自分の墓地から選んで特殊できるよと。だからテレフォンがいる場合、墓地にテレフォンの効果使うとテレフォンでテレフォンすると、でテレフォン効果使ったこのテレフォンをリンクスワンにしたりシンクロスワンにすると、テレフォンをもう一回釣れるんで、これ名称対応じゃないんですね。だから、まあその効果を使ってテレフォンを普通にその釣って、でまたテレフォンリンクスワンにしてまたテレフォン釣ってみたいなことすると無限ループが完成するんですよね。テレフォンを墓地に送り続けることによって、で、今回はですね、このテレフォンをですね、まあ、使って、先行でワンキルしていく方法はまあ一応対戦中にやってるんでご覧いただければなと思いますんで、はい、早速ね、まあ、こいつがやばいんだよということをお伝えしていきたい。てかそもそもさ、冷静に考えてさ、レベル1機械族チューナーにしたのおかしくない？これなんでこの性能で名称対峙つけんかったの？なんか意味わかんないんだけど、まあいいや、デュエルスタンバイ。あー、ハンドいけそう。とりあえず発禁令で占っていいところが始めるわ。発禁令と禁止令入ってるデッキはろくなデッキじゃありませんからね。はい、あ、ちなみにこのテレフォンとかいう、あ、まあじゃあ今回テレフォンループしてワンキルするんですけど、このテレフォンとかいうモンスター考えた人マジで反省部屋行きじゃない？これどう考えてもやばい、この分かってましたよね。これチューナーでさ、さらにさ、機械族でさ、レベル1だよ。あまりにも強いよね。で、しかも名称対しない。これさ、確実に分かりながら作ったよね、これ。まあ、ハリファイバー行くからもういっかみたいな感じで、もうやけくそ効果みたいになってんじゃん。やけくそだよね、そうなってきたらもう。うん。まあ、いや、ハリファイバーが禁止になるから吸ってもいいでしょ、みたいなのは あったのかもしれないけど、いや、結局なんだかんだ言って、展開はできますし、盤面に。で、まあ、何をすればいいかっていうと、結局、自分の墓地にテレフォンがいて、自分のフェード上にテレフォンがいるっていう状況を作ればいいわけです。めちゃくちゃ簡単だよね。なんか、ソリティアすればいいだけだから、実質。まあ、結構、その盤面作るだけだったら、なんかね、スクラップリサイクラー1枚プラスコストからいけるらしい。なんか、そのルートは、うちの幹部会の、なんか、ソリティア大好きメンバーが考えてたから、なんかね、一応でスクラッププラス1枚からいけるらしいよ。ループに入ることはできるらしいよ。まあ、ちょっとワンキルまで持ってくるのに意外と大変らしいけどね。はい。まあ、僕はちょっと悲願2周から、いつもの通り やってるんですけども、まあ、これはこのクソムーブはね、まあ、うちのチャンネルの視聴者であれば、本当親の顔より見たと言われてますんで、大体ね。はい。親の顔より見て悲願ムーブと言われてますんで、まあ、それを使って普通にソリティアしていきましょう。で、今回やっていくのは、一生、テレフォンっていうモンスター、蘇らせることできるんですね。効果どういう効果かっていうと、自分のサイコロ振ってでライフ回復するんですけど、そのサイコロの目に応じてで、サイコロの目以下のレベルを持つディフォーマーモンスターを、自分の墓地から特殊ができるよっていう効果が名称単位ついてなくて使えるんです。それを使うと無限ループができましたから、要はテレフォンでテレフォンするっていう動きができるんですよ。テレフォン1回効果使ったテレフォンをリンクスライかなんかで墓地を送ったりシンクロスライにして墓地を送ったりすると、もう一回次の新しいテレフォンの方を使って、新しいっていうか、テレフォン A とテレフォン B がいると一生ループするっていう動きができるんですね。まあ、っていうことはですよ。まあ、どういう風に、まあ、ループさせるかは、まあ、ちょっと後でやるわ。で、ギミックの解説をすると一応ですね、盤面にテレフォンが1体、で、墓地にテレフォンが1体っていう状況をまず作んなきゃいけない。ほんで、で、今回の場合だと、ちょっと、工夫が必要なんです。先行で相手のライフ一瞬で削る、一瞬っていうか、まあ結構時間かかるけど削り切ろうと思ってるんだけど、ここでね、
全てのモンスターの属性をちょっと変更しようと思いまして、シャドウディストピアとかいうカードを採用してまして、これちょっとサーチさせてもらって、サーチさせてもろて、ほんで、セレーネを出してみましょう。はい。この辺はね、もうなんか、クソデッキ製造工場長の動画を見てれば、もうなんか何回見たんだろうって感じだと思うけど、一体何回僕はこのムーブを見ればいいんだろうみたいなね。クソデッキのラインナップ多分作ってさ、クソデッキリストみたいな、再生リストみたいな作ったらさ、なんか2回に1回くらいは出てくるよね。2回に1回くらい全敗してそうな気はするけど。そんなことないかな。今までの作ったクソデッキちょっとどのくらい作ってきたかあんまり計算はしないですけど、ガチか、打率で言うとめちゃくちゃ高いと思うわ。うん、ありえないレベル高いと思う。雑談しながら余裕出ますからね。はい。もうなんか、多分なんか、目つぶってもいける、これ。これもなんかやりすぎて目をつぶっても回せるようになってました。はい。そろそろちょっと毒汁と入るから、集中するか。で、まあ、もう一回セレーヌを出しまして、まあ、ここもまあ別に言うて普通だな。ほんで、ちなみにセレーネも名称単位ついてないんです。だから名称単位ついてない軍団みたいなデッキです、これ。はい。名称単位つけろ軍団みたいな。セレーネ君もテレホン君も、まあ、名称単位ついてなくて、名称単位つき忘れた好みが悪いみたいなのがありますけども、まあ、とりあえずサモンプリーストの効果で魔法カードをコストにして捨てることにより、デッキからレベル4のモンスターを特殊召喚できる。で、これで、ダークドリアード出してくる。で、ダークドリアードの、効果で、地属性、水属性、炎属性、風属性っていうモンスターをね、デッキの上になんか置くことができるんですよ。まあ、これ実質テレフォンを置いて、まあ、ドローすればテレフォンサーチみたいな感じ。はい、一応これちなみになんか別にテレフォン引けないんで、正直墓穴とか打ってもいいし、騎士霊とか使っても大丈夫なんで、今までみたいな感じでなんか手札絶対3枚なきゃいけないとかないから、うん、デスカルテッドで4枚ドローして、3枚戻すから、これ正直何引いてもいいです。テレフォンだけ手札残るようにすればいいんで。だからこうして、まあ、これ引いたのは余剰ですね、すべて。でレスキューフィレット効果発動して、でレベルが6になるようにデッキからリンクモンスターのリンク先にモンスターを、ね、特殊召喚できるよっていう効果あるんで、まあ、一応攻撃表示、まあ、関係ないけどあんまり。でウォータースピリットで、これがキーカードですね、プリンセスオウム君。プリンセスオウム君は闇属性モンスターのをリリースすると相手に800バーンっていう効果がありまして、まあ見ててくださいよ。プリンセスオウムとスカルデッドと、それから、テレホンですね。はい、これリンク素材にしてセレーレ出して、はい、セレーレ3体目です、これ。セレーネこいつ何回出すんだよってね。でセレーネ効果発動して、また魔法使い族を墓地か手札から特殊ができるんで、ちょっとプリンセスオウム戻ってきてもらって、はい、で、全部の属性が闇になりました。はい、いきましょう。さあディフォーマーテレフォンの効果、さあテレフォンを特殊召喚、はい、でプリンセスオウムで射出。以降無限に繰り返す。自分はライフゲインして、で、相手のライフはどんどん800ずつ削れていくという、はい。無限電話投げつけワンキル。もうこのスマートフォンが流行しているこの現代令和5年において電話機を無限に相手に射出することによってワンキルをしていくというね、時代逆行ワンキル。邪魔なんで全部射出しますわ。はい。よし、これで、あとはこいつらだけになったから、自分もこれねライフ回復するのうざいでしょ。ちょっとこれうざポイントね、これうざうざポイントで、これちなみにリリースする方間違えると済みます。これリリースする方間違えないようにするだけ。これちなみになんですけど、イロハモミジっていう属性変更する
モンスターいるんですけど、そいつが来るとですね、結構ね、結構簡単な、なんかハンドから確定で、多分いけんですよ。割と。ちょっと今はね、まだ来てないんでね、あとディメンジョンダイスも来てないんですよね。ディメンジョンダイスちょっと早くよこしてくんねえかなと思ってるんだけど、バトルオブカオスのカードなんだよ、あれ。なんかコナミってさ、実装するカードの順番、頭おかしいからさ、さよなら。バーン。ゴミデッキ。